はい、どうもこんにちは、ナナイです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は1997年の京都大学の入試問題です。範囲は整数問題ですね。それでは問題を読んでいきたいと思います。 n が i 異なる素数 pq の積 n イコール pq であるときに n-1 個の数 nck の最大公約数は1であることを示せと。n-1 個の数というのは、nck の k が1から n-1 まで変化するときですよね。2項係数は、まあ、nc0 から ncn までありますけど、nc(n-1) の ncn この両端は1ですから、これ入れちゃうとその最大公約数1になってしまいますよね。というわけで、まあこの、これは n ですけれども、両端は n ですけど、これを入れてるわけです。ですね。で、n が n イコール pq って言ってるので、nc1 と ncn-1 というのは、そもそも pq です。ということは、最大公約数を考えるって言った時点でもう、4通りしかないわけですね。というかその PQ の約数ですから、 PQ はそれぞれ i 異なる素数なので、 PQ の約数は1か P か Q か PQ のどれかですよね。でこれになるって言ったんです。 最大公約数は1であることを示せと言ってるわけです。まあ、それをまあ証明していきましょう。で真ん中のところを考えていくわけですけれども、まあ、具体的に PQ の、どこに着目するかっていうと P のところに着目します。例えばですね、これ計算すると、PQ から始まって PQ-1 というふうになりますよね。それから PQ-2 っていうふうに、どんどん引いてって、PQ-P+1 ですよね。最初が0なので、ここ引く P-1 ですよね。まあこういうふうになるということと、それから分母が P の階乗になるので、P で1個割れますよね。これでこれ約分して残りは P-1 の階乗になります。で分子の方に、P があるかどうかというと、P の因子がないんですよね。なんでかっていうと、ここをそれぞれ見ていくと P で割った時の余りが全部異なって、これ余りマイナス、まあ、マイナス1という言い方、本来は余りは正しくないですけど、でもマイナス2合同ですよね。マイナス1マイナス2マイナス3点点点マイナスカッコ P-1 に合同で、どれも P で割れなくなってしまいます。 Q も素数ですから P の倍数ではないので、つまりこれはP と互いに素になってしまいますよね。つまりこれは、P の倍数ではないということです。これは、P の倍数ではないと。ということがわかります。ということは同じように PQC の Q を考えると、これ同じことが言えて、まあこれ P と Q の役割別に大きさも決まってるわけでもないですし、互いに素数だって言ってるだけで、対称性からこれは、Q の倍数ではないということが言えます。ということは、まあ、結論としてこれもこれもないということですよね。全部のこの全部の最大公約数ですから、 P での約数でないものがあればこれが消え、 Q の倍数でないものがあればこれも消え、結局1だけが生き残るというわけです。というわけで、NCK、この結局ね、この2つしか調べてないですけれども、NCK の最大公約数は1だということです。数はイコール1であることが示されたということですね。まあ、可能性があるのがそもそも4つだけだったので、それのいずれもこの PQ、 それから P×Q のいずれもないということが示されれば1以外にないということですね。で、これ、
例えば PQC の P というのは、まあこれちょっと発展になるんですけど、 PQC の P というのはモド9に、モド P で9になりますね。これはこのようにして分かります。これ分子計算した時に、まあこの続きで計算をすると、P-1 の階乗が出てきて、分子は 9× これ -1×-2×(-P-1)ですよね。でマイナスが全部で偶数個あるわけです。 P-1 までですから。というわけでこれ、9×-1 が P-1 乗あって偶数個だから1になるし、それから1から P-1 の積なので P-1 の階乗が出てきます。で、P-1 の階乗が分母にもあるので、これ、モド P では割り算が基本的に P と互いに素でないもの、つまり基本的に割り算ができるわけです。割り算ができて約分をすればここは消えていなくなり、ここは1なので、これは1なので、したがってモッド P で9ということがわかります。これ9なんですね、モッド P で。まあこれ標語的に書くと、二項定理って NCR ってこんな風に括弧で書くことがあるんですけど、 PQ のそれから P のこのこれはモド P で9になるっていうことが証明できたということですね。で同じように、PQ の9だったら P になるってこと、モド Q で P になるってことですね。でもっとこれをちょっと一般化した式を、紹介したいと思います。これはちょっと大数学の、まあ、理論を使うので、大学の数学科にいる人でないとちょっとついてこられないかもしれないですけど、まあ、有限対上の一変数多項式間の知識がある人は、どうぞご覧になってください。定理があります。こういう定理があって、一般化するとここにP の R 乗Q というのと、 P の R 乗はモド Q で、モド P で Q になるっていうのがあります。で R は1以上の整数で、 Q は別に、2の整数で、自然数で OK です。まあ1より大きいとしときましょうか。まあ別にだから素数というふうにしなくてもいいということですね。で P の R 乗を Q の P の R 乗だから、コンビネーションの形で書くと PRQ の C の PR ってことですね。これが、Q モド P になるってことです。ということですね。まあこう書かないんですね。めんどくさいので、分かりづらいのでね。括弧で書くことが多いです。でこれの証明を簡単に行いたいと思います。どうするかというと、 1+x の、p 乗という展開を二項展開を考えると、 1+これ pc1x+pc2x の2乗足す点々の、pcp の x の p 乗となりますよね。で pcp はこれ1です。でこれは p です。これは2分の p×p-1 ですっていうふうに、PCR っていうふうに書いたときに、これは基本的にその、最初と最後以外は全部 p で割れるんですよ。まあそれも入試問題で出てきてるんですけど、 r の階乗の p-r の階乗の、p の階乗っていう形になってるけど、ここには p が現れないんですね。分母には、一切 p が現れないけど、分子には P の階乗で P がいるんですよね。なのでこの P はどの分母の数にも約分されなく生き残るわけで、これは、R が1から、P-1 までの時は、全部生き残って、P が P で割れるわけです。だからまあここからここまでですね、ここからここまではモッド P で0になるわけです。
オド P で0になって、結局生き残るのは、これ 1+x の P 乗です。まあこれはあの P 乗フロビニウス斜像ですと言われるものですね、いわゆる。で、これを例えば何回もやっていくと、もう一回 P 乗するとこれ P の2乗になりますけど、これ、1+x の P 乗をもう一回 P 乗すれば、結局最初と最後だけ P 乗すればいいので、 1+x の P の P 乗の P 乗になって、 1+x の P の2乗になりますね。ということで、まあこれを繰り返し用いると、1+x の P の R 乗が結局、1+x の P の R 乗という形になります。これモド P で等しくなります。まあモド P で等しいというふうに書いてもいいし、 FP 乗の、FPX 乗の多項式間での、等式というふうに見ることもできます。での等式と見てもいいですね。でさらに、急乗をします。つまり 1+x の、P の R 乗にさらに、急乗するとということは、1+x の P の R 乗の急乗をするということですけど、これは最初が 9x の P の R 乗が出てきますよね。こんな風になってきます。で、まあ、この両辺を、この x の P の R 乗の部分の係数で見ると、こっち側の展開とこっち側の展開の係数ですね、この今ここ9になってますけれども、これを比較すると、こちら側の係数は x の p の r 乗の係数は係数はこれですよね、 p の r 乗 q の、p の r 乗ですよね。で、それが q になっているので、q にモード p で等しいということが言えるってことです。これあのモード p で等しい式なので、こちら側は、まあ、ある意味その Z 係数の多項式として展開をしてモド P を取るということですね。こちら側は、この係数というのは、ZX の多項式として見た時の係数をモド P 取るとこうなりますよね。でこちら側はもうすでにそのモド P を取って何回か取ったけれども、まあ9になっているので、最終的にこの9に等しくなるということです。というわけで、まあこの入試問題の一般化ですねがされた形になります。これが、証明すべき式ですね。で別に9は、素数ということを使っていませんので、9は別に2の、自然数、2乗とか1乗の自然数で OK ということです。というわけで、まあちょっと、大数学の深いところまで来ましたけれども、入試問題を発展させた形ですが、まあこれ、例えばさっき説明した、N が素数で PCK という形のもので、1から K が P-1 までの時には、P で割れるとか、は P で割れる。こんなのも、2018年度の鹿児島大学の入試問題として出てるんですね。あるいはこの PCK のその二項係数に関する話題というのは東大でも京大でも出てるので、結構整数問題の中では、まあ、割と、出題はされてる方かなと思います。まあなかなかね対策はできないかもしれないですけど、ちょこちょこ出てたりしますので、まあこういったことがね覚えておくといいかなと思います。正面方向も、まあ、お伝えしているので、先頭のその P が、まあ、生き残るっていう話でしたよね。なども覚えておくといいと思います。はい、というわけで1997年京都大学の入試問題でした。最後までご視聴していただきありがとうございます。それでは失礼します。